大相撲初場所で、元大関の朝野山広樹が重量復帰を果たす。自らの不祥事で6場所出場停止処分を課され、3段目まで番付を落とした。連載、朝野山広樹。再起への道では、どん底を味わった元大関が関取に帰り咲くまでの道のりを振り返る。各界に激震が走ったのは、 2021年5月の夏場所11日目だった。文春オンラインが、朝野山博樹が夏場所前の外出禁止期間中にキャバクラ店に通うなど、日本相撲協会が定めるガイドラインに複数回違反していたと報道。これを受けて、当時の小車コンプライアンス部長が事情聴取したところ、朝野山博樹は事実無根ですと回答した。この時点で、 協会側はコンプライアンス委員会の調査や休ん場の措置は考えていないと強調していたが再聴取で報道内容の一部を認め状況が一転翌12日目には救助を届け出た明と横綱候補ミミズと期待されていた看板力士の不祥事は大きな波紋を広げた先週楽の協会挨拶で八角理事長が 違反行為により大関が休場したことは大変遺憾と異例の言及。柴田山広報部長もコロナ災いの大変な時に大事な本場所に大きな穴を開けたということは重大な責任と突き放し、横綱審議委員会からは失望したとため息が漏れた。場所後に開かれた理事会で6場所出場停止。 6ヶ月の報酬減額50%の処分が下されることが決定。朝の山博は引退届を提出していたが、八角理事長の預かりとし、再び教会に迷惑をかけた場合は、程度の軽重に関わらず受理されることとなった。20年7月にキャバクラ通いが発覚した幕内おもね園は、3場所出場停止などの処分だったことから、一部で、 重すぎるのではといった意見も出ていた。一方で、おしゃぶ長は、嘘をついた方が大きい。素直に認めていれば、ここまでのことはなかったと、厳罰の理由を説明。これについては、二人の当時の地位と、所属部屋の当時の親方の教会内での地位にあると思う。朝の山広きは、落ちる前は大関だったが、大関というのは、教会の看板で、 例えば、皇室関係者はじめ、要人が相撲観戦に来られた時に、国技館の玄関で、お出迎えと大関以上が出席できる権利がある教会の看板、下の者の,の手本になるべきなのが、大関以上の者の,の役割なんで、そういう手本になるべきな力士が、抹消を行うにあたってルールを破ったことに対する重さと当時親方だった。浅潮、を、前、 高砂さんは、教会の理事経験者でかつて、教会の意思決定権のセクションにいた親方なので、一般の力士がルール破りしたのと違い、二重の重さを知るべき立場の力士であり部屋が犯してしまった行為について、関は経かとか理事未経験者の親方の部屋と差が出るのは当たり前といえば当たり前だよ。今の相撲協会のあり方が正しいのか、 という根本的な大問題があるが、それに対し疑問申し立てできるものはない。今の相撲の一横綱、一応関の異常事態の深刻さを、今の相撲協会は理解してないでしょう。朝の山広きやオモネが、なぜファンから人気が高い力士なのか。彼らから感じるのは、仙台の富士、高野花、長生竜、白鵬らから感じるような、 他の力士たちとは違う。強さがあるが、悪い意味では、悪態を示す人間臭い一面がある。それが、魅力的なんですよね。八角理事長は、それが分かってるから、あえて、朝の山広きへは、厳しい処分を課して、奮起を期待しているのかもしれないですが、教会の他の理事が悪すぎて話にならない。大関時代、 北の富士山が朝の山広きに対して、破棄がない。落ちてやり直した方がいい。と言ってました。後から考えると、その頃から、教会からの取り調べがあったのでしょうね。取り調べを受けながら、取り組みは、それは破棄は出ないと思います。これからの活躍を期待しています。今更、過去の処分をどうのこうのと言ってもしょうがない。教会自体が一貫性がなく、 行き当たりばったり協会運営ですので、すべての協会規約を第三者も入れて見直し改善。改革をぜひ早急に行っていただくとして、朝の山広きは前だけを見て精進していただきたいと思います。プレッシャーもあるでしょうが何事にも負けない精神力が、今回のことで養われたことでしようから頑張ってください。応援しています。そらそうだろう。 教会の期待も大きいし、ましてや看板力士なんだから。教会を欺いてまで相撲を取ってきたんだから誰だって激怒するし失望するわけだ。そぎぎは終わったからこれからが大事。早く元の位置とさらに上を目指して本当の意味で支えてくれた講演会の皆さんや部屋の方々に恩返ししてほしい。北の海理事長が生きていた頃は、 曲がりなりにもゴッドファーザーがいたわけで、親父に信頼を置いて、力士も親方も活動していた。亡くなってからは、信頼を置くのではなく、金風の顔色をまず伺う体質に、一気に変わった顔色を伺うということは、下の者への対応もずさんでおざなりなものに変わるということ。また、ゾウ・クライヤマが審判副部長となりアランの番付捜査、 アランが負け越したら、その場所は負け越しに甘くする。勝ち越したら、勝ち越し力士を優先して編成する方針とし、その、上で、さらに、アランをギリギリ言われない程度に優遇する。露骨にしていたものをわさひふじが発展させてしまい、相撲の威厳は、地に落ちつつある。多分、顔色をうかがう体質家は、 切れ物の金風も意図するところではなかっただろうが、70歳までにきちんと自分の舞しは借り取ってほしい。お車親方の言う通りだと思う。朝の山広奇跡がもし正直に認めてたら、処分はあれどもそこまで重くはなかったはず。不正、不祥事とか何もかもだけど、早期に行動、認めることで騒ぎは沈静化すると思う。ただ、 事実は残るけど、その人に対するイメージはそこまで悪くならないと思う。相撲に限らず、スポーツ界の不祥事をよく聞きますが、本人の自覚はもちろんですが、指導者の考え方が問題だと思う。若くして名声、富を手に入れれば誘惑に負け、生活が乱れるのはどの世界でも同じです。指導者の人間としての生き方。 考え方によって変わるのではないか。嘘をついて6場所出場停止。6ヶ月の報酬減額50%。おかみさんに手を出して1場所出場停止。大麻使用で解雇処分。朝野やまひろきは日本相撲協会内でのルール違反。いつの城は刑法に定める暴行罪。玄高氏源氏は大麻取締法違反。朝野やまひの処分。 反省後の努力は応援に値しますが、犯罪行為の一の城への処分の軽さがとせません。岸田首相風なら八角理事長を怒り次回の丁寧な説明が必要で、力士や出所身体は本人の丁寧な説明が必要ってとこでしょうか。朝の山広きは疑いがかかった時、自ら教会に出頭して説明し謝罪し、 身の処し方について判断を仰ぐべきだった。虚偽。隠蔽は、大関という力士幹部のするところではなかった。土俵に上がる前に負けていたと捉えるべきだ。代償は、小さくなかったろうが、やり直しが効くのが、人生のいいところだ。怪我から、立ち直り横綱の地位についたテルの富士の例がある。素質から見て、テルの富士の後を襲うのは、朝の山広きと見る。 教会は白鵬に匹敵するほどの大横綱になるという期待が大きかったのだろう。それにしても少し重すぎたと思う。大関陥落するのだから、せめて重量から復帰できるくらいの出場停止処分で良かったのではないか。いつの城について色々買い取るやつおるが、週刊誌情報だけで沙汰を決めたら、何か出るたびに処分しなきゃならんわけで。部屋のことは、 まず親方裁量だから、警察沙汰か、当事者が声を出さない限りは、教会だって明らかなガイドライン違反以外処分のしょうがない。それだけ、今の上位陣には期待できない。